8月10日、坊ちゃん劇場鶴姫伝説のキャスト交代に伴い、主人公鶴姫の恋人黒鷹役を演じる村井成人さんらが県庁を訪れ、中村知事を表敬訪問しました。村井さんは、出身地で舞台に立てることを誇りに思う、全力で役を演じきりたいと意気込みを語りました。これに対し中村知事は、公演を楽しみにしている、たくさんの人に感動を届けてほしいと述べました。